2002年、その人気はとどまることを知らず、熱狂に続く熱狂、笑いが、涙が、そして感動が、そこは常に待っている。 D1 グランプリ最終戦、ここまでのポイントが総合優勝へのチケットとなる。開幕戦の舞台は岡山県美北ハイランド。独特の右回りコースにクラッシュが続出した。優勝は上を、九州八六使いのもう一人寺崎を倒しての勝利だった。優勝の20ポイントを獲得。第2戦は恵比寿南コース。最も走り慣れているであろう恵比寿勢を向こうに回し、勝利を飾ったのは HKS 谷口信輝。参加者はワークスが持つその計り知れないポテンシャルに恐怖した。この時点で上本がトップに立つ。都合国際カートコースは第3戦の舞台。タイトなカートコースを自由自在に走り、 FD の潜在能力を審査員に証明した浅本が優勝を飾る。シリーズランキングトップは着実にポイントを稼いできたノムケンとなった。広大なコースが異色の筑波ラウンドは前半の山場、高いスピード行きでのドリフトにギャラリーは燃えた。勝利を飾ったのはアルテッツァからマシンチェンジしたアペックス今村洋一。ランキングトップには浅本が立つ。谷口はここでポイントを取りこぼしてしまう。再び恵比寿へ帰ってきた第5戦、走り慣れたコース家に戦いもすらに激化。優勝はここまで冴えなかった JIC 山下浩一。そして4位入賞で16ポイントゲットの上尾がついにトップ。谷口も3位入賞で18ポイントを抑え後を追う。第6戦は上尾の地元九州デック関屋での開催。ここでポイントを詰めないと苦しい谷口、気合が入る。しかしまさかのタイロッド破損。優勝はアップガレージ前田健、2位上尾、3位谷口。この時点で谷口と上尾の差は10ポイント。つまり上尾は最終戦で5位以内、12ポイント以上を取れば総合優勝が決まる。もはや次期優勝のない谷口、とにかく勝つしかない。澄み渡る真冬の青空の下、シリーズ2年目を迎えたプロドリフトチャンピオンシップの最終ラウンドが今始まろうとしている。この神聖なる走り屋の地日光サーキットでの D1 は特別招待の観客以外は入場ができないクローズドイベントとなり、日頃見せる走りに徹してきたドライバーたちも唯一己のために勝負をかけることのできるスペシャルステージなのだ。そして今頂点に最も近い3人はキングのタイトルを勝ち取るためそれぞれの思惑を交錯させる。街を走れる誇りはプロとしての誇り。わずか30名余りの選ばれたポイントランカーたちはフリープラクティスで一本一本噛み締めるように路面と人と車のマッチングを取り始める。そしてあってはならないアクシデントが起きた。一瞬の気の緩みによって1年間の全てが煙となってしまった。これにより手塚が早くも戦線を離脱した。さあやってまいりました、 D1 グランプリ最終戦スーパーファイナル、はい、そうです。皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。あの選手の方が元気だよね。そうですね、観客よりね。やばいですね、こんだけね、今日今回最終戦いよいよ日光サーキットね、はい、ここまで第6戦までね行いまして、はい、その中でのポイントホルダーのみが今回の最終戦に出れると。33名、はい、33名出揃いまして、まあほとんどどの科を見てももう
まあ、いわゆるドリフトのスターそうですね、ですね、はい、この第7戦最終戦で当然シリーズチャンピオンも決定いたします。そうすると現金100万円、はい、100万円すごいですね、優勝賞金、そうです、いい年越せますね、いい年越せますよ、ここあれば越せますよね、100万円ね、欲しいよな、はい、ほら欲しい、いいパパ見つけてあげようか、いいか分かった、バカってメッシュにバカって言われてますよ、でね、あんなデブに俺は言われたくないよ、はい、ね、デブでもできるドリフトうるさい、喋なくていいよ、何か質問、はい、ノムケン、何、いやいや、別に、まあ最終戦ということですね、我々重量物に乗ったあの車は重たいじゃないですか、はいはい、でやっぱり軽い車に比べてアクセルをちょっと緩める時間が長いとですよ、はい、ちょっと踏んでるとやっぱ飛び出ていきそうになるんで、行くときは皆さんどうか声をかけたりするんですか、うっとかうっとかなことはすいませんでした、俺のは出すね、なんで知ってんの、僕はどっちかと出す方です、ね、あ、出す方ね、レース中の話だよね今のね、もちろんですよ、もちろんね、あ、レース中の話、そうだよ、抜いていくときです、そうですよ、抜いていくときっていうことですよ、抜いていくときに声を出すか、抜いた抜かれたっていうときですよ、抜いていくときですよね、こんな話してると客帰る、そうですね、やめましょう、他にだってノムケンがあるんだよ、ノムケンがあるんだよ、はい、他に何か、はい、はい、マイケル、マイケル、はい、今日最終戦ってことで、はい、聖子ちゃん呼んでもらえるってことだったんですけど、聖子ちゃんサインもらおうと思っていないんですか、じゃあ土屋さんのサインでいいです、でいいですお前、あのね、これ誰とは言わないけどクレームが上がってきたんだけれども、はい、エッジケースがタイヤウォーマー使ってるのはあれはいいのかっていう、これは我々が審査するんじゃなくてみんなの意見で決めていきたい、いや、じゃあやめましょう、エッジケースのタイヤウォーマー使うのまた電話番号聞いてるのか、聞いてないです、これはね、ギャラリーに電話番号かかってますもん、聞いてないです聞いただろ、あ、今ガガしてるから、ガガしてんじゃないかよ、書いてるじゃん、やめましょうよ、本当にもうタイヤウォーマーということで、はい、いよいよ、ね、スーパーファイナルです、はい、行ってみたいと思います、プロドリ D1 グランプリ最終戦どうぞ、それでは間もなく始まります、 D1 グランプリスーパーファイナル最終戦、来ました来ました来ました、2個ですよ、ポイントホルダー33台、はい、なんかドリフトの聖地と言われたこの日光サーキット、最後にここでそうとんでもない争いが、ここで1年が締めくくると、2002年のチャンピオンが決まります、我々多分最後ヘトヘトでしょうね、我々も、あのね、どっちかっていうとこね、俺らの方が盛り上がってくるからね、この最終戦は、最後になると多分ギャラリーの皆さんもですね、俺たち3人見てるとあいつらバカじゃないかって思いますねっていうかね、それくらいこのポイントホルダー、ここに集まった33台っていうのはすごいんだ、よりすぐりこれすごいよ、こいつらの走りはすごいです、通常の D1 グランプリの中から選ばれし者だけがこの日光に来てるからね、そうです、日本のトップドリフターだけですからね、さあこの最終戦優勝するのは誰か、そしてシリーズチャンピオンは誰か、手に渡るか、100万円は誰が持っていくのか、いよいよ最終戦、これから第1回戦です、始まります、どうぞ、あー来た、あー来た、
一番手上を勝ちろ。この1回戦は3周ということになりました。3周の本番、まず1周はコースイン、はい、一番いいポイント、最高ポイントを取りまして、2回戦ベスト16に進出するという形になります。まずはトップバッター、ゼッケン1番の上岡月弘、チャンピオンに一番近い男ですね。現在シリーズランキングトップ、ポイント64、2位の谷口、熊久保との差を10ポイント引き離して、今一番シリーズチャンピオンに近い男、まずコースイン。さあいよいよここからタイヤを温めまして、まず1周目入ってまいりました。ここからよりアグレッシブに来るかどうか、現在シリーズトップの上岡和弘に、さあスピードが上がってきました。角度もある。2コーナーリーです。ポイントは非常に綺麗ですね。角度もある。さあ低速コーナーは革新サイン OK が出ております。さあそして高速コーナーです。高速セクション。このコーナー、8枠の迫力をどこまで出せるかどうか、ここがポイントということになります。上岡和弘。さあエンジンでいっぱい使って。裏のコーナーの進入スピードも速いです。速いよ、速い。そして振られる感もありませんでしたね。フェアの8位というのはだんだん磨きがかかってきているような感じになりますね。安定度も高い。さすが現在シリーズランキングトップ。シリーズランキング第2位、谷口信輝。HKスワークス S1 号を借ります。さあ、来た。踏んでます。かなり速度を乗せた状態だ。まず進入。角度をつけて、ちょっと抑えました。ちょっと抑えたな。今までよりも若干抑えましたが、綺麗に無難にここはまとめましたね。こんなもんでいいだろうみたいな、はい、この辺はまだその手を出してこないというか、手の内を見せないっていう相変わらずの、まあ、いつも通りの谷口、はい、谷口らしいスタートですね、これね。通るだろう、はい、さあ2年連続のシリーズチャンピオンをかけて、高速セクションの角度スピード、高速のパーフェクト、これはパーフェクトでいいですか。高速セクションのパーフェクト。さあそしてコースインしました。オレンジ色のこのマシンは熊久保です。うま、さあまだシリーズチャンプの可能性を残しているだけに、なんとかいい走りを見せたいところ。まずはこれが熊久保の走りです。いいね、熊久保スタイル1本目決めました。いいね、角度。そして高速セクションはどうでしょう。振っています、つなげています。おー、車速落ちない。つなげた状態で高速セクション、はい、さあこれもやはり決めました。はい、つなげた。さあ泉田勇気です。ゼッケン4番の泉田勇気、現在シリーズランキング第4位、40ポイント獲得。 1JZ を積みました。このシルビア、来ました、いっぱい来た。チャイリーチに上げてきます。泉田いい角度で入ってくるね、1コーナーね。ああ高速コーナー、高速セクション飛んでくる。泉田勇気かなり手前から持ってって、角度ある。おお、直んない直んない。これはすごいですね、フロント泉田らしい。リッツスカイライン、どのような足を見てますか。野村健入ってきた。さあ早い、激しく入ってきた。おお早い、角度もある。こう4輪の流れをきれいに転がるんですね。だから今のスピードで来て、今の角度で来れば2コーナーのグリップはつかなくても OK、はい、今のは速い。高速セクションはどうでしょうか。1本目手前からこの危ない危ない、ちょっとミソっぽかった。大丈夫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 。さあこの辺の精神的なダメージはどうでしょうか。これで1点マイナス。さあ気を取り直して、精神的なダメージがあるかどうか。さあ野村健来た、これは目いっぱい、動揺はありません。自分前の動揺は今のところない。さあこのまんまの勢いで高速セクションを回ることができるのかどうか。今はもう高速セクションだね。これで切れればもう完璧です。先ほどは食い過ぎた感じがありました。28点。さあ続いて入ってまいりました、オレンジメイクディアー佐本雅俊。日光でどれの走りを見せますか。ちょっと日光流れましたね。1コーナー2コーナーのセクションのが少し真ん中切れなかったんですよね。1本目若干のミス、そして高速セクション、ああサイド、ああちょっとなんかサイド長めでしたね今。サイドで、これの中で高速コーナーのサイドはもうダメだね。厳しいですね、うん、この進入1コーナーの飛び込み角度スピード非常にいいものがあります。アベックスワークス F2 今村陽一、速いわ、思いっきり来た、思いっきり来た、これはいいタイム。
これは1、2コーナーパーフェクトだよ。パーフェクトですね、今のはスピードもあるし、ラインもいいし。問題は高速セクションを決めれば相当な得点が。さあ、この角度はいいぞ。もうこの FD っていう車を完璧にものにしてますね。ものにしてるね。さあ、九州八六勢を代表するこの男、寺崎健、渋い走りを見たいところ。踏んでる、踏んでる、踏んでる、踏んでる。いいですね、いいです。この低速セクションがいい。コーナー決めますね。完璧です。裏ビビっちゃダメだよ、ビビっちゃダメ。踏んでこい、踏んでこい。そう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 、今いいぞ。そうだ、そう、今までの中ではいいですね。これは OK。 はい、スタート続いて入ってまいりました。現在シリーズランキング9位の上本久志。さあ、踏んできたぞ。小さい、あっと小さい。そしてごまかしはうまいですね。ちょっとね、今ね、はい、インに入りすぎたんですけど、踏み一歩で入ってきますよ、今。高速セクションでどのような走りを見せますか。サイド引いたな。今ちょっと止まりましたね。サイド引いた。今の進入のロックがちょっと、ここはいいのに、若干の減点になりそうです。高速コーナー見せますか。丸山拓司、ベスト16をかけてラストの走りはどうだ。できた。さあさあ、このヘフはスピードは若干落ちましたが、それでも持ってった。ちょっと落ちた。はい、で高速セクション、この辺は丸山おそらく得意とするとこなんでしょうか。あ、いいね。あ、サイド引いた。ちょっと今サイド分かりましたね。さあ、タイヤスモークをかなり激しく上げながら、しかしこれはもはやセフィーロの走りではありません。オレンジの86が入ってまいりました、吉岡俊樹です。はい、わーんか飛んだ。お、踏んできてる、踏んできてる、踏んできてる。ちょっと小さくなりましたが、どうでしょう。小さいけど速さがある、はい、俺は吉岡好きで、あの柿みたいな顔したのが、はい、問題は高速セクションということが言えそうです。やはりパワーがないこの86だけに、それをどう持っていくのか。ああ、惜しい。やはりこうなるんですよね。振りすぎてもダメです。 JIC ワークス、ラップ山下目いっぱい。よし、来た。よし、よし、よし、入ってきた。止めろ。ああ、落ちた。ピーッ、上がれた。さあ、続いて年間13番の前田健です。1回戦突破なるのか。これ進入がかっこいいですよね。これを止めるんですよ。止める。うまい、うまい、うまい、これはうまい。この角度はこれは見事な低速セクション、前剣。さあ、このコーナー、ライトをつけた。あ、やる気ですね。あ、やる気。高速セクション。あ、行け、行け。うまく見切れれば、これは OK だ。OK。これは OK だ。いいですね。金玉100ですか。ね、金玉。14番です。風間由紀 S15。手前から来た。手前から来た、手前から。ラインもいい、ラインもいい、ラインもいいよ。フルカウンターでしたからね。タイヤおにょおにょいってる。おにょおにょいってましたね。高速セクション、ここは速い。ここはスピード伸びてくる。手前から振って。行け、行け、行け、行け。ああ、ちょっと、まだビタッと決まってないですね。ちょっと裏がね、まだ切れてない。いよいよで、15番の田中和弘。ライトを上げてパッシングして入ってきた。どうだ。おお、角度がいい。おお、目いっぱいだ。コースアウト。持ってった、持ってった、持ってった。しかしちょっとばらついたぞ。エンジンがばらついた。高速セクションということになりそうです。2本目、田中和弘。踏んでこい、踏め、踏め、踏め、ここで踏め。きれい、きれい、きれい。さあ、ちょっと戻ったな。と戻りました、ちょっと戻った。いよいよゼッケン16番の福田浩二が出てまいりました。鮮やかな黄色のスカート。まずは飛び込み、1コーナー、そして2コーナーにかけて、うまくスピードをコントロールして綺麗に持っていきます。この辺はもう慣れたところ。綺麗、綺麗。この辺がポイントになりそうです。うめ、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 うめ。進入 OK だ。そしてそのまま OK。 これは OK ですね。オッケー。これは福田決めました。今回がこのマシンのデビューです。 FD 晴れ口。あー、失敗。さあ、これはピンチです。春口、いいですね。これは非常に厳しい状態に立たされました。あれはタイヤのもっとでかいタイヤ入れてエアボリューム上げてればもうちょっと安定するのかな。小さすぎる。本来春口この高速セクション FC だったら踏みっぱで来ますからね。久保智幸です。さあ、来ました。踏んでる、踏んでる、踏んでる、踏んでる。この辺はうまくまとめますね。今のクラッチ蹴りはいいよ。低速セクション、久保智幸、まずまず。よし、高速スピード乗せろ。さあ、問題はこの高速セクションです。 NL86 はこの高速セクションをどのように見せるかを問題になります。ここで踏まれるぞ。さあ、ここからクラッチを蹴って、クラッチ蹴って、蹴ってる、蹴ってる。持ってった。よし、成功です。現在シリーズランキング20位、平岡。おー、いい感じ。うまい、うまい。
ってる、体で分かってる、分かってる、ね、分かってる、さあそして高速です。派手な走りを見せることができるかどうか。ここからつなげてます。つなげるよ、つなげる、振ってつなげた、うめ、このまま藤木エンドか。おお、これはつなげた、つなげた、いきますか、つなげた、井岡完璧です。車かっこいいよ。陸地が変わるこの空を勝って、さあ上野、おお、ラインいいよ、ライン角度もいいよ、上野、踏め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 、いいですね、いいですね、この辺はうまくコントロールいたしました。まずは低速セクション、さあここで思いっきり伸びる、ぐわーっとかなりブレーキを引きずった状態だ。その後はに悪くない、進入だけですね、悪くない。さあこの大久保も一つ注目のドライバーということが言えそうです。おいっすわ、さあ、さあその大久保の一本目、いいよいいよ、角度もいいよ、角度もどんなのか分かってますか、顔大丈夫ですか。あー、病院から抜け出してきた大久保、そうです、スピードが落ちない、スピードが落ちない、この角度、いい角度、煙、アクセルの入れ完璧です。かっこいい、かっこいいです。これはね、はい、俺真似できねえ、これはバカですね、これはすごい、これさあ続いて出てまいりました、絶景23番の熱帯魚ならぬ末永、おーよーしよしよしよし、乗っかってきた、かっこいいじゃん、さあいいですよ、かっこいいじゃんか、アクセルワークがいい、アクセルワーク、おそらく一番若いのではないかという、この、ね、はい、この熱帯魚はね、はい、これからの D1 を背負って立つ、もう鹿児島から毎回遠征してきますからね、どうしても期待したい新人ということが言えます。おしぶれから振って、おあーぶれ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 あーはい、岩さん、さあ、そして出てまいりました、岩さん、おお、前席に乗せて、おお、アグレッシブに来た、フロントバッパーがすでに外れている、おお、バッパーがない、さあ、いいね、アグレッシブに攻めてきた、岩さん、2本目、バッパーがない、手前から打って、早い、早い、早い、さあ、1本目、バッパーが、もう引きずっている、バッパーが引きずっている、これは走れない、岩さん、昔の、これは、水泳大会のポロリンギャルみたいですねさあ続いてゼッケン25番富久田修一が入ってまいりました。さあデイルワンハート、ハート、これやっぱこっち向いて何かやってくれないとダメですね、彼の場合はね、何かやれ何かやれ、スタイル D1 の中でもおそらくトップ、見た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 、見てた感じがかっこいい、見てたよ、かっこいいじゃんよ、あいつはここの新成績を取るときに、はい、これやんなきゃダメですよね、はい、だから今見ただけだもん、そうですよ、だからポイントは 0.5 点マイナスだよね、ヤンキーピースやんなきゃダメですよね、ヤンキーピース1、そんな中でのまずは本番1本目、いいよいいよいいよ、お、首、首、いい首が、首の角度いいね、首の角度、入荷、走りがかっこいい、かっこいい、首の角度もいいすいません、思わず今あの運転席の中のドライバー見ちゃいました、ここをスムーズに入ってきたい、あ、遅い、遅い、ちょっとこれは失敗だ、ミッションブロー、ミッションブロー、さらにこれはそれでも顔色一つ変えませんミッション壊れても全然顔は変わらなかったですね、変わらなかったですね、これちょっとミッション無表情無表情ですね、いや、続いてゴールドの S1 号入ってまいりました、三木隆二です。さあ入ってきた、これいけんのか、これで、あ、小さい、あ、もったいないけど、ものすごいスピードと角度できましたね、今ここがちょっと厳しいかな、さあ高速セクションです、アウトいっぱいから危ない、かっこいいかっこいいかっこいい、アウトいっぱいから来た、高速はいいよ、速度はありますね、高速はいい、はい、さあ栃木でのホームコース、この日光で当然上位進出、おお、栃木さん早い、栃木さんノリノリ、小口よしのり、栃木さんノリノリだよ、さあどうでしょうか、ここに置いて、あーあー、これはいい、かっこいい、それでもあくまでもアグレッシブに、アグレッシブに攻めてくる男の男、小口よしのり、さすがです、あのコースアウトの仕方もかっこいい、かっこいい、失敗こそしましたが、それでもやはりとことん攻めてくる、諦めることはいたしません、さすがカリスマ的なこの男、小口義弘が見せました、赤旗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 、どのような走りを見せますかどうか、宇都宮明憲、アウトいっぱい、角度これは見えたか、インリフト取り、これは小口を上回るようなミサイル取り、大抵ヘナチョコな状態で終わるこの宇都宮もですね、ノリノリになるとかっこよくなりますね、やっぱりね、いや、スピード乗ってるよ、高速コーナーも、
どうやらマシンの方全く問題はなさそうです。これはまた水を出しました。内海さあライトを点灯して入ってまいりました。黒の S1 号シルビアは瀬崎誠です。入ってもらいましょう。この状態だ。これだ。これならいいぞ。これは持っていけない。これは持って…ジャンプクラッシャー。なぜあそこで…なんでなぜあそこで踏むか。なんであそこで踏むかね、アクセルを。なんか香港から来た車みたいだな、はい、そうですね、ちょっと香港系ですね、これね、かなりね、香港中華飯店の車みたいな車だな、はいはい、さあ、それでも高速セクション車壊れてないんですね。車なんともねえ。結構行ってますよね。いやびっくりしました。さあ、見せる86乗りといえばやはりこの高橋、高橋ですね、高橋、はい、さあ、と落としてきたぞ。こっからまた、かっこいい。あー、かわいい。やっぱりやった。やっぱりリフトだ。最後の最後まで持ち上げ系でしたね。こいつはやっぱりバカだ。危ないよ。危ないよ。今引っかかって引っかかって転倒するパターンだよね。いや本当に危ないよ今のは。あ、帰った。帰った帰った。心臓バクバク。いやびっくりした。高橋は今だって嫌な持ち上がり方。一番危ないパターンだよ今の。ビッグセダン系。ハイパワーなマシーン、山本聖吾、アウトいっぱい。さあ、これは抑えられない。これは抑えられない。今、その辺までのスピードが異様に速かったですね。いや、だからラインが早めにインに入っちゃうから、ああやって飛んでっちゃうんだよ。年間の踏みっぱ男ですか。おおおおお決めた決めた、踏み切った。すげえ。後続セクションは一瞬アクセルは戻してます。アクセルは戻した状況の中で、これは持ってきました。以上をもちまして1回戦走行すべて終了ということになります。この後は2回戦ベスト16審査に入りたいと思います。それでは1回戦突破ベスト16を発表したいと思います。はい、呼び上げます。ゼッケン1番上尾和弘よっ。ゼッケン2番谷口信輝よっ。熊久保信重、泉田裕樹、野村健、今村陽一。それ何かの間違いじゃねえか。いや間違いです、間違い。あ、消します。ええ、間違い。消すか。後ろギリギリですからね。本当ギリギリ。ここからが2台ずつ戦う追走バトル。敵はすべてプロ中のプロ。ベスト16トーナメントラダーを駆け上がるのは容易なことではない。さあ、ギャラリーの皆さん、そして審査員のお二方、はい、お待たせいたしました。いよいよここから決勝トーナメントを行いたいと思います。はい、ベスト16、はい、はい、ここからは追走という形になります。はい、もうこうなってくると、はい、追走だと何でもありなんですよ、はい、サイド引いてもいいし、クラッチ蹴りしてもいいし、はい、フットブレーキで相手に合わせる、はい、相手にとにかくもう合わせて、はい、相手を落とし込む、落とし込む、はい、でそれは前行くとき後ろ行くとき それぞれ違いますよね。もちろんです。どのような作戦でどのような戦いを考えて戦うのか、はい、さあ、いよいよここからはこの2人の対決で始まります。決勝トーナメント、まず1回戦目、デブが気になるお年頃上尾対来年になったら40代田中。この上を対する田中がどこまで踏ん張れるか。さあ、来ました。まずは先頭上尾、後ろから田中。おーっと、田中詰めた、詰めた、上尾詰めました。上尾もちょっと失敗したんですかね。失敗しましたよ。ゴブゴブ。さあ、高速セクションはどうだ。これは田中が追い詰めることができるのかどうか。いや、もう負けてない、負けてない、負けてない、ないですね。ゴブゴブ。高速セクション、ゴブですか。ゴブ。さあ、入れ替えて最終コーナーから立ち上がってきた状態、ぴったりとくっついた状態から田中が甘い。上尾が後ろから来た。さあ、この組み合わせでどうなるか。同じような角度、上尾、角度、上尾。ああ、田中がね、今シフトが入ってますね。さあ、田中がちょっと止まったところにかなり接近して追い詰めた。上尾が当たってしまいました。あれはもうどうしようもないです、ね、ちょうど詰めた時だったんですよ ね、ですね。これはね、はい、どちらかというと田中のシフトミスが原因ですね、はい、うん、やばいね、車ね。
この勝負上尾にありという感じはしたんですが、はい、どうやらマシンに大きなトラブルを抱えたかもしれない、はい、非常にシビアなことになりました。あもう止まれないからそのままバーンって当たって、マシンはちょっとまずい、アライメントで、この戦いに向けたという可能性があるというこの上尾がここでマシン、ちょうど右フロントタイヤが田中のボディに当たるようなところでしたよ ね、うんね、まあ、タイロット曲がったぐらいだったらいいけど、はい、でちょっともしかしたら大きなダメージの可能性もあると、うん、チャンピオンかかってますからね、はい、ザク走ってます。男50歳ザク走れ、はい、ザクが走っております。ザク待ち、はい、皆さん大きな声援をザクに送ってくださいなんでだよ。新旧白煙バトル、野武健対大久保。さあ出てまいりました、2組目、はい、野村健対大久保です。野村健、そして大久保が出てまいりました。スカイラインを借ります、ブリッツワークス野村健、そして大久保、いきますよ、はい、この両者の2組目の対決がどんな形で行われるか。よし、大久保に送りたいところ。さあ白煙を激しく上げているのがブリッツスカイライン野村健、いいね。さあ来ました、決勝トーナメント追走2組目、野村健対大久保です。角度で野村健だ、大久保も詰めるぞ、スピードは詰めるか詰めるか、お合わせ切ったよ大久保、非常にいい形で大久保今いいタイミングで詰まりました、詰めましたね。さあ高速コーナーどうでしょうか、角度の野村健前からの、あっと大久保がミスった。さあ高速コーナー真っ白だ、後ろについたら何も見えない、大久保がちょっとミスがありました。ミス、さあ1本目野村健アドバンテージを取りました、入れ替えです。さあブリッツワークス野村健、これを制することができるかどうか、しかしスピードでは大久保だ、ほら野村健が詰めた詰めた詰めた、いけますね野村健、詰めた、これはこのスカイラインで86ターブを追いかけ回す野村健、すごいすごいすごい、これは重い車で詰めたよ。さあ高速コーナー若干大久保が離した状態だ、野村健さあちょっと離れたがどうだ、激しいタイヤスモーク、ギャラリー真っ白、入れ替えて5分です、はい、ということは、はい、この勝負、はい、決定ですね、はい、近頃バイクに首ったけ熊久保隊なまってな一平とつぐよしのり、入ってまいりました、非常にいい形で、まずはオレンジ色の S15 熊久保、そしてその後ろから緑の180ご存知小口よしのり、来ました最終コーナーオレンジのマシン、まずは熊久保、その後ろから小口、走るスタイルが違う、全く違う状態で、これは突撃してきた、遠赤ヒット小口、小口行ってますよ行ってますよ、これは若干違うラインの状態から両者ともに合わせました、クバ、ね、がミスって、クバ、ね、がミスって、ただそれに対して合わせましたね、でも小口が全部合わせきってる、はいはい、さあここからは後続セクション、マコン、そして小口が、小口が詰めてる詰めてる、詰めてくるぞ、そして立ち上がり、ああちょっと小口行った、これはレベルが高いぞ、さあ入れ替えだ、さあ入れ替えだ、ぴったりとくっついた状況、ラインが違う進入で、さあ入ってきた、やられた、小口うまい、今ブレーキ使ってやられた、今のは小口うまい、うまいこと誘い込みました小口、いやでも今の鉄球は半端じゃないね、当てませんでしたね、クマも当てなかった、さあそして高速セクションです、小口ミスタッチ、さあこうなりますと、これは決定いたしました、3組目、隣の男に熱視線、寺崎対ヤニが切れれば大暴走平岡、1本目出てきました寺崎、後ろからチェイサー平岡、ぴったりとくっついて、さあ踏んでる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 、連さん踏んでる踏んでる、平岡追いかけてますね、もうまあついていく、危ねえ、高速セクション寺崎源はここが若干苦しいという感はありますが、どうでしょう、平岡走ってきた、さあ寺崎源、やーっと戻った、戻った寺崎源痛恨のミス、平岡有利アドバンテージ平岡、平岡源さん、さあ入れ替えです、平岡後ろから寺崎86、これは平岡ノリノリになるか、さあ角
角度を持って寺崎詰めた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 、これは寺崎も追ってった。さあ問題はこの高速セクションです。ここが寺崎若干厳しい状態なんです。さあこの角度平岡、あっと寺崎がちょっと詰めてないか。いくらなんでもこれではちょっと辛い高速セクション。日光の古株野郎に勝負を挑む生粋のアイドル好き久保。86ターボ同士、そうですね、86ターボ同士の対決宣言取ってきました。来た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 、黄色い車前だけ86、そして後ろの白が久保です。おーっと誰が、まず最初の戦いです。さあやってまいりました。前剣すごい振りだ。すごい角度っていう。やばい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 。前剣がミスった。前剣がミスった。前剣行き過ぎた。しかしよく残りましたね今。よく残ったね今。あそこは根性ですね。とこれは、あ前田ちょっと調子悪いですね。あ調子悪いですね。今ので完璧に終了です。ということはこれはちょっと不戦勝ということになるんでしょうか。はい、そうですね、不戦勝です。家族思いの極悪顔対早起き得意の新聞少年。最終コーナーから末永が出てきた。そして泉田だ。さあまずは1本目、少し間隔が空いている。これは末永、そして泉田。末永逃げてる、逃げてる。ここの後続セクションはどうでしょうか。ここで泉田は詰めることができるか。詰まらない。出力相手に詰まりません。とこれは末永の、おっと泉田ちょっとバランスを崩しているぞ。泉田ミスったぞ。これは末永アドバンテージですね。高いね、アドバンテージ高いよ。さあ今度はくっついた状態になっている。泉田前、そして末永が来た。さあっと泉田、それを動揺せずに末永ついてった。決まった。何持ちこたえました。末永持ちこたえましたね今ね。さあそして後続セクションです。あっと今度は末永もおかしいぞ。末永もちょっと転がしいな。今勝負としては決まりですよね。大丈夫ですよね。ちょっとね、泉田ひっちゃかめっちゃかだった。はい、この6組目勝負決まりました。決定です。ベスト8決定いたしました。さあ1回戦残すところ2組、はい、しかしこの2組のこの対戦相手が、ね、組み合わせが超豪華メンバーね。すごいですね。今村対上野、そして今日ノリノリの宇都宮対谷口、チャンピオン谷口、はい、谷口のチャンピオンに向けて3人立ちはだかるからね、はい、そうですね。今村、上野、宇都宮と今やロータリー使い陽一対召使い多数の上地。さあ来ました、ぴったりとくっついた状態だ。アクセル全開、まずは今村、そして上野。さあこれはいいぞ、上野もいいぞ、角度もいいぞ。さあ両者ともにこれはいい形だ。ゴブですね、ゴブ。さあこの裏セクションですね。そしてこの後の後続セクション、裏セクションの一発目がミスが出やすい。観測に入れて進入。角度いい、角度いい、角度いい。上野、角度いい。上野がちょっと、あっと今村をミスった。今村ミスった。ゴブですね。さあここからは入れ替えます。上野沢良が前、後ろからはベックスエグに今村。おお、重なってきた、重なってきた、重なってきた、ビタビタで入って、ほら重なったよ、ほら。これは危ない。決まった、決まった、決まりました。これは決まり、決定。よく避けた、これはよく避けた。さあこの勝負非常に大きい。すいません、バカ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 4つ。勝負は決まったって言ったんです。勝負決まったって言ったんです。大きなミスだったの。ゴブです。ところがゴブです、ゴブです。もう一回です。本当にバカです。今村最終コーナーです。今村もう一本です。これではゴブです。本当にあれね、紅の豚じゃなくてただのバカな豚。さあぴったりとくっついてくるはずです。さあ立ち上がってきた上野、今村、ゴーラー重なった、重なった、飛び込んだ、ゴーラー入った、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 アドバンテージ、おーい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 、これは上野舐められています、上野舐められる状況だ、また詰め出したよ、ほら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 、入った、入った、入った、ほら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 、
今村ギリギリ今村ギリギリでしたね。ギリギリ。さあ1回戦7組目サドンデス1本多くやりました。勝負決定です。すげえ。好きなタイプは松井直美谷口隊、眉毛剃ってたのは内緒です。ウッチー今日ノリノリ。あすごい。内海です。イエーイ。後ろから出てまいりました。サークル赤の S1 号谷口。現在シリーズランキング2位の谷口信輝、2年連続チャンピオンをかけてここで負けるわけにはいきません。対する上尾も1回戦突破しています。この谷口もここで内海に負けるわけには絶対にいかない。絶対にいかないところ。この体勢入って内海はノリノリ、この内海はノリノリ。さあ立ち上がってまいります1本目。まずは内海、後ろから谷口、どうなるかこの戦い。入ってきた、ほら入った。さあ内海のところに谷口、逃げてる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 。内海を逃げる。うーってやっぱり詰めますね。いや内海がね、はい、全然びくともしない、びくともしないですね、はい、乱れてないですね、うん、あそこは関係ない。内海、谷口、おーいい感じ。角度いい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 。内海だ、角度は内海だ、内海だ、角度は内海だ。しかし内海もったいない、うつみもったいない、これはもったいない。今ですね谷口ね高速の進入でアンダー出てるんですよ。これは谷口がミスだった。うつみがアドバンテージがあると思ったんですけどね。やっぱね谷口のね恐ろしさですねこれは。さあしかしまだアドバンテージ谷口というだけです。入れ替えです。入れ替わります。さあ来ました、来ました、これが最後の一本。谷口、宇都宮、これで決まるかどうか。宇都宮やっぱりいいぞ。でも宇都宮いいぞ。詰めてる詰めてる、全然詰めちゃってるよ。この低速セクションは完璧に宇都宮が詰めます。詰めた詰めた。さあ立ち上がりでまず谷口がちょっと離した。進入いいです谷口。あー綺麗。谷口がいい。やっとこれは若干離した。おい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 。この最後の組み合わせ対決勝負決まりました、はい、以上をもしましてベスト8全員進出決定です。これから発表したいと思います。2回戦進出ベスト8、皆さん発表をお願いいたします。はい、それではベスト8発表します。上尾対田中。上尾、はい、そして対戦相手は、野村対大久保。野村ということでベスト8、まずは1回1組目上尾対野村です。はい、熊久保対小口。はい、小口、小口勝ち上がりました。寺崎対平岡。平岡、ベスト8 2組目小口対平岡です。前田対久保。久保、久保智之勝ち上がりました。末永対泉田。末永、ベスト8 3組目は久保対末永です。続いて今村対上野。今村、宇都宮対谷口。谷口、最後の組み合わせベスト8、今村対谷口、はい、ワークス対決です。これもいやらしい、ね、さあということで土屋さん、はい、さあそれではいよいよこれから2回戦、はい、ベスト81組目の対決に入ります、はい、まずは上尾対野村、これからいきたいと思います、はい、軽量マシン対エンジンパワーの戦い。並んだ状態、ぴったりテル2の状態で出した上尾、そして野武拳、角度は野武拳。さあこれをどこまで追い詰めるか。おー野武拳、足詰めていくぞ、詰めていくぞ、入った、ね、これは離れませんでしたというよりも若干詰めました。あのね、重い車の方が不利だからね、1コーナーから2コーナーは、はい、ね、上尾シフトミスしてるんですよ。今若干ミスがありましたからね上尾。さあそして問題の高速コーナーということになります。さあ高速セクションは上尾の前、そして角度も野武拳です。そうですね、スピードではもちろんアングルがない分今上の方が行きましたけれども、角度では野武拳と角度がないいうところはありましたね。さあ入れ替えです。さあこれで勝負が決まるか。ブリッツワークス野村拳、後ろから上を、シリーズチャンピオンをかけた上尾の試合の走りはどうだ。さあ入った、入った、完璧に入った、野武拳動じない。さあ低速セクション完璧に追い回したのは上尾。さあ低速コーナーから高速セクション、これは5、角度の無限ついてる、ついてる、ついてった、上は戻った。しかしそれでもぴったりとノーズは入れているがどうでしょうか。一人決定です。さあ続いていきたいと思います。ベスト8 2組目小口義則、はい、そしてトラストワークス平岡です。
元 K スタイル店長対決。さあ来た。このような対戦で来ました。まずは小口、後ろから平岡、振り返して小口、平岡も角度があるぞ。平岡を攻めろ攻めろ攻めろ。ああ、治った。おお、並んだ。小口が戻ってないですよ。あれスピードが遅いですよね。遅い。平岡の方が早い。詰め切っちゃったんですよね。平岡がね。高速コーナーはどうだ。さあ前の緑の180が小口だ。そして後ろから平岡なんですが、ここは小口がね、ちょっと高速の立ち上がりでもうカウント戻っちゃってるんだよね。戻ってましたね。今重い車トラストチェイサー。さあ平岡すごい進入。平岡すごい進入。小口負けてない負けてない負けてない。小口負けている。小口も入ってきますね。これはすごい技術だ。すごい。平岡も小口も平岡の角度もドリハンだったんだよ。小口の技術テクニック。あ、これはすごい。さあそして高速セクションです。高速のまずはトラストチェイサー、そして小口。小口入ってた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 。これはイーブン。これはイーブン。これは素晴らしい戦いですね。これはすごい。これはもう一本でしょう。五分。もう一本。さあ来ました。今度はぴったりくっついた状態だ。ほら平岡が入った入った入った。ものすごい状態です。すごいですね。負けてない。小口も戻ってはいません。いや平岡有利、はい、さあこうなると裏セクション高速セクションでどうなるかどうか。バーに物を言わして小口が引き離すか。角度は平岡。戻った戻った戻った。これはサドンです。最終コーナーからビッタンとくっついてきた。両者ともにライト先頭。平岡小口さあどうだ。平岡も入る。平岡有利か。小口が集める。おーっと入った。戻らない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 。ちょっと平岡は回るんですね。これは若干アドバンテージよ。おーおーおーいやいやいや。そして小口ノリノリセクション。さあちょっと離れた状態ですがどうでしょうか。平岡小口が角度浅い。高速は小口浅いんだよな。浅い。2人目決定いたしました、はい、いやーどこまでやるのかと思いましたけどね。大変ですね。これでもね、どっちも負けても悔いはないよ、はい、ないです。勝っても負けても悔いないと思います、うん、ここまでやったらね。これね86ターボ対 NAさあどうだ。ぴったりとくっついた状況で久保、そして末永。おー末永入った。末永有利。高速セクションはどうでしょうか。さあこの辺は非常にきつい。あー硬い。86同士久保が若干戻りましたね今ね。久保のプロパワーないですからね。さあ末永対久保、これで決まるかどうか。一時コーナー、おっと入った。久保ミスった。久保ミス。久保ミスった。久保がドリフト状態になっていません。高速セクション末永久保。さあアドバンテージ末永の状態で久保が追いかけます。オッケー。さあ非常にパワーのないこの両者決まった。新人王争いをかけてこの勝負決定です。さあベスト43人目が決定いたしました。はい。前回関谷の決着はつくか。そして赤のシルビアだ。2人ともミス。イーブンですね。いやー谷口釣られちゃいましたね。谷口釣られた。さあ高速セクション今村、そして谷口。さあこれは分かりません。これなんか微妙なプレッシャーがありますよ。これは両者ともにとんでもないプレッシャーがかかっているかどうか。大きなミス。最後のエクセス谷口、後ろから今村、これで決まるかどうかはマークしたいです。入って今村ゴブ飛び込んだ今村。さあぴったりとくっついた状態で高速セクション HKS 谷口行け行け行け。今村アペックス。おお入った。ノーズ入れた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 よ。わかりました。皆さんもう一回やりましょうか。さあサドンデスを行います。さあ来た今村谷口。まずは低速セクション谷口詰められない。さあそうでしたね今谷口詰められませんでしたね。谷口詰められない。C
白のアペックス FD 今村、後ろから赤の HK シルビア、谷口高速セクション、いけさあ今村、そして谷口、これは完璧に詰められない。これはアドバンテージを持ったのは決定です。決まった、決定です、決まった。ベスト4進出をかけた4人目が決定しました。すごい戦いだよこれ。さあいよいよここから準決勝ベスト4ということになります。4人選ばれました。発表したいと思います。上尾対野村、野村ノブケン、ベスト4進出。小口対平岡、平岡。さあドンデスの対決、平岡が勝ち上がりました。準決勝1組目、野村対平岡です。続いて久保対末永の戦い、末永。新人王争いは末永が勝ちました。続いて今村対谷口、今村。ワークス対決は今村の勝ち。さあ準決勝末永対今村という対決です。ということで計算上今年のチャンピオンが決定いたしました。はい、では発表。今年のチャンピオンは上尾です。谷口が今村に負けた時点で上尾のチャンピオンが決定いたしました。はい、はい、もうそういうことになってしまいます。どんなに頑張ってもですね、その点数をひっくり返すことはできないです。はい、はい、さあそれでは、はい、準々決勝いきたい。野村対平岡、末永対今村、この戦いをご覧ください。どうぞどうぞ。勝ったんですけどやっぱりちょっと悔しい。はい、ありがとうございました。はい、来年頑張ります。まだジュビオワークス社の迫力に期待。ボードアセダン同士の対決、まず一組目、さあ来ました、ノムケン、そして平岡、入ってきた、ロムロケン、すごい角度、そして一気に飛び込む平岡、いや戻らない、戻った、平岡ちょっと戻った、ノムケンは動揺なし、全くなし、ノムケンノーミス、平岡も詰めてきますね。詰めた状態で高速セクションに進入してくるこの両者。角度ノムケン、ノムケン、速さ、角度ノムケン、角度ノムラ、戻った、角度ノムラ、すげー、これはすごいですね、すげー、これはアドバンテージノムラかな。決勝進出をかけてこれで決まるかどうか。ワークス対決、ホラストブリッツ、コーナー戻った、これは大きなミス。高速セクションでの対決はどうだ、あーちょっとまだ戻った、さあこの入れ替えは平岡にアドバンテージ。そうなりますと当然入れ替えということになります。サドンデスを行います。これは両者ともに1ポイントずつ、さあ来ます。ぴったりとくっついた状況で決勝進出をかけたサドンデスの戦いは、さあワークス対決になった。ノムケン対平岡、飛び込んできた、さあ両者共にまた同じだ、同じ5分で飛び込んでくる、ですね、角度はノムケンなんですけど、本当に食い込む平岡。さあ高速セクションでここも角度ノムケン、そしてスピードで平岡、後ろは真っ白で何にも見えない。平岡がノーズ入れられなかったな。繰り返します、ちょっとだけ若干アドバンテージ、ちょっとだけ有利かな、若干アドバンテージですね。さあ平岡前、さあ平岡前です、後ろからノムケン、若干アドバンテージはノムケンだ。さあこれをどうまとめるか、おおついてく、ついてく、ついてくノムケン、追いついてる、これは今追いつきました。決勝に立ち上がるのはどちらか、角度セクションで、いや他もいい、そしてノブケンも来た、すげー、すごい対決、サドンデス、すごかったです、決定です、すごすぎる、すごいですね、これはもうね
俺が教えた以上のことをしてるね。ですね、もう、ええ、もう全然さっきからそれ以上ですね。もう本当に。いやいや、本当に、いや、それ嬉しい限りじゃないですか、土屋さん。ねえ。さあ、続いてのグループです。はいはい、さあ、もう一つの決勝の座をかけて。末永。新人末永。陽一。ここまで頑張っている。そして、ワークスアペックス。リワン予算は天と地の2人。陽一はやっぱり86の弱点もメリットもデメリットも知りたいですよ。さあ、来ました。末永、そして岩村。これで決まるかどうか、瀬永も頑張っている。ここまで本当に頑張っている瀬永に対して今村、ほら入り込んだよ。入り込んだよ微妙でしたね。微妙に危なかったですよ今今村。車のアドバンテージからしたら軽い86が有利なんだよ、1、2コーナーでも入り込んだから。さあ後続コーナー、さあありました、後続コーナーどうでしょうか。ここもくっつきすぎますと今村、非常に危険ですがどうだ。そうですね、86のいいところも悪いところも知り尽くしてるから、それも舐め切ってる。さあ入れ替えた状況で今村、そして後ろから末永だ。さあベックス FG 対するは末永86、これは軽いからこれは追いかけます。軽いからこれは追いかけます。さあそして少し離れる形、さあまずは FD が入ってくる、そしてその後ろから末永も頑張ってくる。これは決定でよろしいですね。はい、はい、決勝のもう一つの座が決定いたしました。はい、あと一つ、あと一つ、ちょっと待って、休憩させて水を回して。土屋さん、発表をお願いいたします。発表します。はい、野村対平岡、野村、野村健初めて決勝進出。これはいい戦いでしたね。続いて末永対今村、今村、今村勝ち上がりました。決勝戦進出です。いよいよ決勝はやはりワークス対決、ブリックス対アペックス、野村対今村で決まりです。さあ最後の対決、早速いってみたいと思います。見せる走り同士の最終決戦、これは有利なのはもちろん FD の方がいいのはいい、RX7 の方が有利ですね、はい、ただ、はい、今日の野村はね、うん、すごい集中力がある。そうですね、ありますね。これはもう本当にどっちが勝ってもおかしくない、はい、うん、さあ2人とも鼻息荒いですから、そうですね、ね、準備ができました。早速決勝戦、はい、最後の対決行ってみたいと思います、はい、最後だから盛り上がっていくよ。2002年度最後の D1 対決、声が小さい、はい、声出して、こっちもよし、さあスーパーファイナル、さあ出てまいりました、スーパーファイナル、スーパーファイナル、スーパーファイナル、そしてアペックス、さあ思いっきりいってみろ、さあ優勝決定戦、リードした状態で2台が今回っています。ウォーミングアップ、コースインの状態、イエーイ、はい、ギャラリー声が小さい、はい、はい、はい、非常に面白い組み合わせになりました。なんだ最終戦、これが最後の対決、うん、でも俺たちは D1 のファンだから。最終コーナーから来ました、これが最後の対決、決勝戦、ブリッツの向け、アペックス今村、入ったインに入った、さあどうだ、このラインに、これはノムケンもミスはない、そしてインに飛び込む今村、飛び込みますね、危ない、これは容赦なく攻めますね今村、これはお前陽一、お前ただノムケンもめげないっすね、全然動じないっすね、ノムケン動じない、さあ高速セクションはどうでしょうか、手前から振ってくんだノムケン、角度はどうだ、入った入った、角度はカバー、ああミスった、ミスった、アドバンテージ野村ケン、さあ次の対決で決まるかどうか、入れ替えです、決勝戦、ああ有利なのはノムケン、ここでぶっちぎれば陽一、頼んですに持ち込めるか、これで決まるのかどうか、ちぎったちぎった、陽一がちぎった、完璧にこれの速さは今村、陽一がちぎった、この辺の1、2コーナーは今村やはり、まあ、ここで待たなきゃいけないですよ、ここで待たないと、待たないと、ここで感覚を調整して高速セクション、えらい、さあ先ほどこの高速セクションで完璧に戻ってしまった今村、今度はどうでしょうか、手前から振ってきた、なんてこったい、野村健スピン優勝決定戦、これで決まりかい、いやーでも茶さん、厳しい、これ
決まったけど拍手だな。しょうがないよね。拍手。これはしょうがない。ありがとう。さあ、あっけなく決勝戦これで決定いたしました。優勝今村。今村今村陽一。今村優勝インタビュー、どうも応援ありがとうございます。俺のために、優勝するっていう大変さと、あと今年1年いろいろあった年でしたけど、本当に勉強になりました。ありがとうございました。また来年も頑張りますので応援してください。はい、おめでとう。もう本当に乗ってたんじゃないかと審査員全員言ってたんですが、野毛どうでしょう。いや、乗ってる方にも全然気づいてなかったですよ。まあ来年もまた頑張ります。頑張ってくださいね。はい、平岡でも常に楽しそうだからいいんだけどね。どう、一番走ったんで。そうだね。何車したんだ。いや、数えないですよ。走行会の追肥度分ぐらい走る。楽しかった。もう早速入らないです。今村陽一。さあ、そして各賞、各賞の発表。はい、やっぱバキって言ったよ、おい。じゃんじゃかじゃーん。じゃーん。頑張った、はい、ノムケン。おい、頑張れノムケン。持ってきました、ノムケン。ラクラ、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 本当にできるか。ラクラ、シリーズチャンピオンは100万円、100万円です。今年のシリーズチャンピオン、上尾勝弘。賞金ボードのジオです。さあ、上尾チャンピオン、100万円、おめでとう。シリーズチャンピオンを狙ってやっぱり1週間っていうかこっちに入って練習したん で結果オーライっていうことで、自分的にはもう大変満足なんで、もう皆さんどうもありがとうございました。よっよっ。はい、上尾おめでとうございます。見事に100万円、そして西海岸の旅行券ということになります。一応暫定なんですが、シリーズ第2位を発表いたします。シリーズ第2位、谷口。よっ、谷口。暗い。悔しい。そしてシリーズ第3位、ノムケン。よっ、ノムケン。よし。ということで今回の、今年のシリーズ第1位上尾、そして第2位谷口、第3位野武健に決定いたしました。拍手。はい、まあ、この D1 もね2年やってきて、レベルが非常に上がってきてね、もう上手いとかそういうレベルじゃなくて、もうサイドから振り返しからフェイントからクラッチ蹴りから全て使えるドライバーがそれ以上のものを見せていかないとここに来れない状況になってるよね。やっぱこう日光のスーパーファイナルに来れるドライバーっていうのはもう全ての技を使い切ってそれ以上のものを出せるドライバーがここに集まってるわけだから、ここにいるっていうことはもう日光に最後来るっていうのはもうとてつもない努力だから、そう考えるとやっぱり来年もね、このメンバープラス若手がここにもね、食い込んできてほしいなと思います。まだまだいると思いますけども、おめでとう。
ドリフトの殿堂に新たに名を刻んだ上尾勝弘。軽量マシンとはいえ NA サウンドで勝ち取った2位との6点差は計り知れない。観客への貢献度と金額が比例する賞金ランキングはご覧の通り。改めて D1 ファンに感謝いたします。初公開 D1 車両がグリップタイムアタック。さあスーパーラップ、はい、終わりましたね。はい、やってまいりました。今回はモンスター級のマシンが多いです。何モンスター級？速い車です。速い車、前回は嬉しそうですね。今回嬉しいですよ。何が嬉しいの、父さんに。いよいよ僕にも1分を切る車を与えられることが決まりました。ありがとうございます。よかったよ、よかったよ、よかったよ。何17秒とか危ないよ。本当に危ないんだよね。そうなんだよ。いや俺切るか切んないかがいいね。危ない車乗ってんだよ。臭いな、これ。臭いな、本当に。誰仲間に来てくれよ。なんと今日はね、モンスター級の車がいっぱいです。まあ、それとね、ポリシャもいる。お、D1 車両。D1 車両。俺は大嫌いなんだよ、ポリシャ、お前。俺は気が痛い。普段あのね。嫌なんだよ、これは。本当に。いや、違う。普段あの横向けてる車が。それも俺が。どのぐらいだろう。どのぐらいだろう。俺はドルシャーだけは許せるんだよ、お前。うるさいの脱ぎにしてですね、今日はモンスター級のマシンとドリシャ。各自 S タイヤを履いてタイムアタック開始。楽しみ。念願の D1 タイトル獲得、ウェオゴーが最初にアタック。軽油化プラスハイパワーのエンジンがベストマッチの2002年ベスト D1 マシンだ。4年スロットルの NA エンジンながら最大パワーは200馬力をオーバー。ご存知ドライバーは D1 審査員モン吉。普段見慣れたドリシャを真剣にタイムアタック、壊すなよ。D1 チャンピオンマシンだけあってね、非常にオーバースヤだった。いい車だよ。でもありがとうございます。いやエンジンはいいね。ギアが全然合ってない。ギアが、ギアが違う。条件あって2秒か。条件あって2秒。2秒どのくらい。2秒後半だ。後半だ。準備してんじゃないよ、まあ、ワークスの位置で最速タイムを記録できるか。 HKS S15D1 のために HKS が総力を挙げて製作したスペシャルマシン。扱いやすく速いドリフトを可能にする。ホワイトボディから作り上げたマシンにドグミッション組み合わせ、タイムアタックにも自信ありだ。実はドリフトマシンも嫌いじゃない。ヘナチコアキラがアタック担当。パワーありそう。本物にこだわる HKS はタイヤもレオバで挑戦。すごくいいんだけどね、やっぱりあのドリフト仕様になってフロントがバップタッチしてどうしてもこう打が効かなくなっちゃう。もうどこでもアンダースティアですね。 D1 車両最速のフォードアドリフトマシン、ブリッツスカイライン。メーカー初のドリフト専用マシンのブリッツ号、フォードアでも走りは過激の一言。室内を見てもごく普通のセダン、4人が乗れる快適仕様だ。よ、俺ドリフト嫌いだよ、お前。ドリシャになろう、これ。いや、そんなことないです。ドリシャ、そうですよ。これ、ロム系、あの、サーブ乗ってるやつだろ、これ。いやいや、そう。お前だろ、お前。サーブ、お前、お前。バナナの匂いするんだ、なんかよ、本当によ。お前もバナナ好きだろ。やはり、減らす口は一人前。D1 だ。ふざけんな、お前、D1 じゃなんてよ、本当に。ほら、ほら、なんだよ、これ。おい、おい。
とてもタイムアタックとは無縁のドライビング。これじゃタイムは出ないとる。おいお前お前、俺らグリップで走りたいんだけど滑っちゃうんだよお前。このセッティング間違ってるぞ。おいノムケン、見るに見かれたアキラがタイムアタックにチャレンジ。なかなか面白いですよ。まあ、あのドリフトした車ですけど、立てないで乗るっていうのもまた難しいんですが、結構ね、やっぱりドリフトの車ってちゃんとしてるね。かかった費用はワークス並み、クマクボ S15。 1年前から仕様変更なしで D1 シリーズを戦ったノントラブルマシン。500馬力をオーバーするエンジンに大型キャリパーを取り付け、タイムアタックマシンと変わりない仕上がりだ。なんとエンジンブロー。過激な走りで D1 を盛り上げた浅本エフリー。バランスの良いマシンレイアウトにハイパワータービンとの組み合わせは D1 でも証明済みだ。そこそこ汚いエンジンルームとノーマルに程近い室内がドリフトマシンっぽい。過激な86マシンの代名詞大久保号。エンジンは SR エンジンへ換装し、アームスタービンで武装。430馬力オーバーの超暴れん坊マシンだ。このハイパワーエンジンを受け止めるためにはボディ補強は欠かせない。いつぐらいだろう。え、大体どれぐらいかいて。8400で。ドライバーは竹槍。しかしすげえ速くない？走らないよ。やっぱり自分の車走ってるのはやっぱかっこいいですね。かっこいいと思って作ってるから。重量級マシンを見事に操る走るお金持ち上野ソアラ。ノーマルからおよそ300キロもの軽量化を図り、史上最速のソアラを目指したラグジュアリードリフトマシン。お金持ちが好む黒い板のようなものがふんだんに使われた室内、すべてドライカーボンの特注品だ。
もうちょっと詰めればね、全然車的にはいいんで、タイムはもっと上がると思うんですけど、やっぱでも全般的にやっぱ重さが、まあ最初なんでこれぐらいかなと思います。目指せ59秒です。もうちょっと。去年の D1 参加車両、マニアが好む一品、トミクダカリーナ。外観の古さとは裏腹にポイントを抑えたチューニングで、戦闘力は一級品。エンジンは 3SG に乗せ替えられ、最大パワーは320馬力をマーク。みたい。なんか、うん、全然ね、途中からね、ちゃんと乗ろうっていう気がなくなる。ちゃんと走ってるって感じ。おい、いかにしろよお前よ、もう本当によ。ドルじゃ呼んでくんなよお前、コース上にな、お前ドリフトのラインがついてんだよ。俺はあれ許せねえと、お前よ、ドリフト走った後のラインなんてよ、走れないんだよ。今度は筑波サイスクラップの座を求め、今や55秒台を目指すモンスターマシンたちの登場。おい、今日はなんかヤバい匂いがするぞ。M スピード BNR34。 今年のスーパーラップの最大の話題がこれ。スーパー耐久レース用のボディをベースに、できる限りの軽量化を実施。レギュレーション上レースでできないチューニングを全て盛り込んだ、うっぷんばらしのようなモンスター。エンジンチューンはエスプリが担当している。狙うは夢の55秒台。この M スピードの速い時代、多分すごい車なんで、今までにないスーパーラップが出るんじゃないかと思います。新記録達成、すげえ。失敗ですね。もうちょっと速いはずだったんですけど、1周目にちょっと失敗しまして、まあ今日のシェイクダウンなんてこんなもんですかね。サイバーエボナイエボ7。筑波の最速ラップにこだわるサイバーエボが投入してきたのがこのエボ7。 ACD を積極的にセッティングし、コーナリングと直線のダッシュ力の両方を兼ね備える。エンジンは今までのノウハウを生かした600馬力仕様。極限まで施された軽量化、ロールセンターの変更で筑波最速ラップ奪還を狙う。
勝ちですね。ちょっと遅い。何秒？まだまだだ。純オートメカニック GDB GC8 で究極のインプレッサの形を見せた純がついに新型を投入。インタークーラーは前置き、しかも傾ける形で搭載。サージタンクは左右で独立。液漏りももちろんワンオフと配管関係に苦労が見える。軽量化は210キロを達成。8秒5。うん、まあ OK でしょう。シェイクダウンですから。俺も初めての57秒台かもしれないんだけど、ドキドキだった。いや全然、もう全然いたってクールよでもね、俺は思った。やっぱね、58秒とか57秒合わないねなんで合わない。やっぱ55秒だね俺ねあちょっと、あっちって俺とどうだった今日。いいね、チューニングはね。よかったな、お前な。早い車だな。わかんない、58秒。58秒だって、俺だ、お前。いつの、お前。お前、久々に1分切ったんじゃねえのか、お前。でも、汗かいてる、汗。早いよ。これからますます、タイム出ると思います。終盤ね、追い込みをかけて。腕に磨きをかけて。今、見てんじゃねえよ、見てる。それでは、また、顔が見たいです。顔が見たい。顔だよ、55秒。顔だよ、お前、ビデオなんて。くだらんの目だ。というわけで、ますますヒートアップするつくばスーパーラップ。アンドマシンがゴールドマシンが究極のタイムを叩き出す。サイドポートなんだけどね。じゃあ調子いいよ。最高だよ。次号はさらにヤバいマシンが勢ぞろい。来月までそのまま動かず待ってる。イカス走りやチーム天国四国大会。ドリフト天国ビデオボリューム13。好評連載パーツテストはアーム編。CCD のブッシュ映像は必見。これヤバい。ストリートイカ戦も開催中。特集は D1 サーキット選手が手取り足取り教えちゃうコース攻略。ドリフトのことなら全部まとめて面倒見ちゃう。ドリフト天国ボリューム13絶賛発売中。去年の D1 で折茂さん、すごかったじゃないですか。盛り上がっちゃって、あんなものも終わったことだから。あらまだトップに上り詰めた選手だけの栄光。 D1 グランプリ表彰式は1月11日東京オートサロンメインステージで。これが ORC ステッカー詰め合わせセットバイ。2003年東京オートサロンに行ってもらえちゃう。12月発売のオプション C のこの部分持ってきてね。俺も貼ってるぜ。これだよ。俺と握手する勇気のレーターどんどん来いよ。僕にとって D1 とは、僕にとってのドリフトとは。 D1 の全てが詰まった本、そしてビデオが発売されます。2002年の結果、出場選手、ドリキンインタビュー、優勝マシンリポートなどなど、 D1 ファンなら見逃せない内容で目いっぱい。 D1 グランプリイヤーズブック、そしてビデオロドリメーカーも同時発売。価格は本が680円、ビデオ DVD が2000円。1月11日発売。知ったことっこいラーマン山田を欲しがるスーパープレゼント。アペックスの年長コントローラーがより使いやすくなってリニューアル。D1 最終戦の優勝記念でドーンと3名様に。やっぱ追加ベーターのイルミネーションは派手じゃなくちゃ。ってことで、見て楽しめる3種類の機械式ブースト系をプレゼント。安い減らない煙出ると評判のフェデラルタイヤ、
4本だからドリフトなら2セット使えて経済的。ミスモさんちの新型クラッチは銅の力で耐久性アップ。 D1 選手が使っても全然反りません。俺がな T シャツ作ったんだよ。お前見せてやるよ。これ見てみろ。俺よ、はい、俺が作ったお前バカモン T シャツだよ。お前俺は分かってんのか。お前らにはなやりたくねえんだよ。俺はよ本当によ。お前でもなお前ビデオでお前らやるよこれ。ほらお前よお前らもこのどうしようもないデザインのラーマンオリジナル T シャツ、嫌な人は家の雑巾代わりにどうぞ。悩む前にどんどん送るべし。